お疲れ様です。海外移住に関してですけどもこれは行かざるをえない理由がある人と選択できた結果行く人とっていうことになるんじゃないかなと思うんですよね。まあここまで言うと当たり前じゃないかって話になると思いますけども例えばね暗号通貨で一発逆転した人って日本の税制があまりにも不利なんでそれはねドバイとかシンガポール行っちゃいますよと非課税なんでそうすると資産がまるまる残ってそこで新たなる挑戦ができるってことになりますからね。 それでですね行かざるをえない人、まあ、この暗号通貨の税制に関しましては行かざるをえないっていうところと行きたいから行くっていうところが同時にあるんですけども行かざるをえない人ってやっぱりね日本で刑事処置されれるるるる恐れがある人が、まああ人ちょっととね、えー、外国に高飛びすす。みたいいいなななもあるんじゃないかなと思います第3の選択として単なる憧れとかで行くっていうのはやっぱりね動機として弱いから行きたいとは思ったんだけどねみたいに考えを改める。 っていうところになるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、それもね。私もねその部類なんですよね。まあ、行くことはできるんだけども。でもやっぱりこの住めば都という環境は今しばらく味わいたいなと思うわけですよね。昨日ね、イケス料理のあるね。あの海産物の店に行ってきたんですよ。あのよく好きで行くんですけども、車にして20分ほど走ると田舎道を走るとあるんですよ。 それこそバブル時代の様相を呈した、えー、大箱なんですけども、うん、なんかねいけすがあって立派なこうねたたずまいで,でそこでオーダーすると昨日はね黒木とかを池作りしてもらったんですけどもピュッッとと池から取ってサッとさばいててさいポッと出してくるんですよだから池作りにした時にまだねピクピク動いてるんですよね。それをうちの大和くんが見てこうやってねあの喜んでいるみたいなところもありますけども。 まあでででも本当にねそのぐらいい新鮮なんん美味しいんですよまた環境がありがたいですよねそういうところがねでこういったものが新天地に見つからだろうかっていうふうな挑戦に対する不安が大きいですよねだから安定を求めるようにはどんどんなってきたのかなと思いますで安定っていうのはね片っぽでは退屈なんだけどもでも安心なんですよね、うん、で家の話が出てましたけども確かに家を買った瞬間はまあ本当に喜びの マックスでしたよで物を手に入れた時ってだんだんね手に入れながらかすんでいくんですよねだから手を加えることによってさらに魅力的な物件にしていく車にしてもね洗車をするために愛情がなんかそっちに乗り移っていくみたいなところがあるんであの乗るばっかりじゃないですよねでも乗るともっといいですよね思い出ができたりとかしてあのなんか昨日 R3435 か35がなんか事故ってね あのリアビューが見えていたそんな画像が YouTube に上がってきましたけどもやっぱ見るとね吉谷さんのこととかたくさんではないですけども R34 をねあの見さしてもらった時のこととか思い出すわけですよね。でそうするとちょっとねこう喜びが湧き上がってくるってところがあったりとかしてそれはやっぱりドラマがあるからなんでしょうね単なるその自分の所有物であっても他者の所有物であってもすごく身近な自分のストーリーになったから。 似たようなものを見た時にああいいなと思ったりするわけですし、まあ、今でもね 33, 34, ある333435たりを街で見かけると、うん、やっぱりねあの思い出しますねあのね吉田さんのよくわかんないこだわりのスペックのやつをね、うん、広島の駐車場でドーンと鎮座した時も車に詳しい塾生さんは見に行ってましたけど私は何のことか分かんなかったねでボーッと見てましたけどもね。 だからどのぐらいストーリーを込めるかによって味が出てくるのかなと付加価値ですよね。この家もね、今ではありがたみが薄れたかもしれませんけども、例えばね、あのご近所にもいらっしゃるんですけども、あの自分の住処を離れてあの老人ホームとか入っちゃったりとかしてね、まあ、そうすると基本的に在宅に戻ってくるってことはないわけですよ。まあ家を住み慣れた家を出るときには早く元気になって戻ってこようかなと思うんでしょうけども。 でも片方ではもう戻ってくることがないのかなと思ったら急にその離れるべき家が愛おしく思えて傷の一つでもねすごく貴重なものに思えたりとかするんじゃないかなと最後には一回だだけけ家へ戻りたいいんんどねっていうう希望を出されるそうなんですよで私もだから同じようにねこの家今は慣れてるのかもしれませんけどももしかしたらどこかでねああ本当にいい暮らしをしたんだなっていうふうにしみじみ思い起こすことがあるのかもしれないなと今から考えてどうするんだって話ですけどね。 はい、ということで今日も行ってみましょうか。おはようございます。行ってらっしゃい。